こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、はい、重要なニュースではないんですけども、うん、でもある意味ですね、うん、政府とかマスコミの情報操作はこういうふうに行われているんだっていういい例を学べる勉強できるニュースがありましたんで、ちょっと解説していきたいなと思います。そしてね、その情報操作によって人々はこうも簡単にコントロールされるんだということと、その原因がですね、全て思考停止にあるというちょっと厳しい話をしたいと思います、うん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 、ではそのニュースとは 何かというとですね、国の借金、日本の国の借金が過去最大になったと、うん、しかも1114兆円、うんうん、国民一人当たり901万円になったと、増えたね、いうニュースでございます。これは日本の財務省の発表によると、国債と借入金、あと政府短期証券の残高を合計した、まあ、いわゆる国の借金が2020年3月末時点で1114兆5400億円となり、過去最大を更新しました、うん、もう日本の国の借金が1100兆円あると、うん、もうちょっと意味わかんないですよね。わかんないね、規模がね大きすぎて。わかんないね。で、一応最新の日本の人口が2019年11月1日の時点のデータがあるんですけども、それでその時の日本の人口が1億2368万人なんで、うん、それをもとに単純に割ってしまうと、国民一人当たりの借金は約901万円になると、うん、901万、901万、901万円あるということですね。うわ、という発表がされました。で、前回発表の2019年12月末と比べて、約4兆円ぐらい増えております、うん、たった3ヶ月でね、借金3ヶ月で国の借金4兆円増えたと。なんで、まあ、それは一時的な資金不足を補うために、その政府短期証券とか発行したためですね。あ、なるほど。それで増えたということです、というニュースなんですけれども、うん、これだけ聞くとですね、国の借金が1114兆円と、しかも過去最大と、うん、まあ、例えばやっぱりコロナウイルスの影響すごいんやなとかね、うん、国民一人当たり901万円借金と、うん、ちょっとめっちゃやばいやんとか、やばい、やっぱり日本は借金大国なんだなと、うん、どう考えても国の借金多すぎるなと、うん、これから先の未来は大丈夫なんかと、うん、なんかもう破綻するんじゃないかとか、どうやって返していくんやとか、な、税金が多くなってもしゃあないよとか、そうだね、っていうか僕たちの老後はどうなんやと、お前不安やなどなどと考え、そこで考え終わりますよね。まあ、不安になって。なんでしょうがない。もう考えてもしょうがない。過去901万、901万、901万円あると。いや、どうすんの、どうすんのと。返されへんしな。返されへんし。やばいやばい。で、終わりますよね。なあ。ここで。うんうん、でも、これはですね、実はおかしいんですよ。おかしいの？おかしな話なんですね。うん、分かりやすくするためにちょっとした事例で考えてみたいんですけども、まあ、例えばね、友達の A さんがいて、その人は投資に失敗しましたと、うん、で900万円の借金ができたと、うん、って聞くと、え、大丈夫って心配になりますよね。心配ですね、うん、なりますよね。でもその A さんに詳しく話聞いてみると、 A さんは例えば株を500万円持ってます、うん、定期預金に300万円入ってます、うん、債券と金で200万円持ってますと、うん、また土地付きの一軒家がだいたい資産価格3000万ぐらいあります、うん、の資産を持ってるとします、うん、そう聞くとまた印象変わりますよね。いや全然大丈夫やろそうなると借金は900万あるけど資産は4000万円あるし、合計だね、うんうん、で流動資産、すぐに換金しやすい資産、株、債券、金とか定期預金に言っても1000万円あるから、うんうん、大丈夫そうですよね。大丈夫やな、うんうん、まあ、そんな状況実際あるのって思うかもしれないですけど、例えば実際に銀行でローンを組んでマイホームを買った人で同じような状態ですよね、うんうんうん、そうですね、銀行借金あるけど、うん、資産もあるという状態ね、うんうん、銀行に金利を支払うだけで手元の資産を残しつつ家を持てるわけなんで、うんうん、これある意味お金レバレッジをかけているっていうのと同じです。そうですね、だから不動産投資やってる人とか事業投資やってる人も同じように借金もあるけど資産もあるっていう状況は全然普通にある話ですよね、うん、でちょっと話戻して、借金は900、 A さんは借金900万円ある。だけど資産は4000万円ある。はい。ここまで聞くと最初と比べたら少なくても印象がガラッと変わりますよね。そうですね。うん、
最初は900万円の借金の部分しか見てなかったんで心配になりましたけど、うん、もっと大きな視点 A さんの資産の全体像で見れば話は変わってきますよね。全然違うよね。コーヒー飲みながら話聞けますよね。いざとなったらそういう換金者全部返せるしということでね。うーんやな。もちろんね、ここでも様々な感想あると思います。例えば今言った借金を返そうと思えばいつでも返せるんで、まあ、大したことないって思う人もいれば、うん、まあ、とはいえ個人で900万円の借金多すぎるなと、うん、などなど最終的にどのような感想とか意見を持つのはもうそれは個人の自由です、うん、でもその状況を全部把握した上で持つのは大事ってことね。そうね。そしてここまでの解説を聞いていただければ僕が言いたいことも分かっていただけると思うんですけれども、最初の日本の国の借金に話を戻すとですね、うん、確かに国の借金は1114兆5400億円で過去最大かもしれませんが、これはですね、先ほどの A さんの事例で言うと900万円の借金の部分しか見ていないと全く同じなんですよ。あ、そうなんだ。うん、だって国の借金1100兆円あるって言われてるけど、国の資産一切見てないです。ほんまや。今の話で、ね、何も言えないな、ね、国の資産何本あるんですかって聞かなかったね。そういうことですね。で、言うまでもなく日本の国も大量の資産を持ってます、うん、あ、そうですね。言っても日本中に国有地いっぱいあるし、うんうん、政府関係機関などに貸してるお金も膨大にあるし、うん、また NTT 株などの筆頭株主ですね、うんうん、今でも何十パーくらい持ってるし、 JT とかも株持ってるし、うん、もっと言うとアメリカなどの国債も大量に持ってるし、そうですね、もう言い出したらキリないんですけども、とにかくですね、皆さんにもあなたにも絶対押さえていただきたいことは、この国の資産の部分を見ないと意味がないってことです。あ、うまい。まあ、ぜひね、国の資産がどの程度あるのかは自分ご自身で一度調べてみてください。思ってるより結構あるということですね。あ、そうなんですね。だから借金の部分だけ見てもその人の財務状況は正確には分かりません、うん、資産の部分を見てトータルで見ないと意味がないということですね、うん、だから A さんが900万円の借金があるとか、国の借金が1114兆5400億円あるとかなどは、これもう少し専門的に会計学でいうとバランスシート、貸借対照表の半分しか見てないのと同じなんですよね、うん、その企業の財務内容などを見るときは片方しか見ないなんてことはありえません。あ、そうですね。右も左もそして全体を見て、うん、トータルでその企業の財務状況を把握しようとするはずです、うん、なので政府やマスコミの報道のように国の借金が1114兆5400円過去最大だけしか言わないのはどう考えてもおかしいんです。おかしい、うん、こんだけ借金あります、そして資産もこんだけありますって初めて出して、これで初めて判断できるんですよね、うん、でもこれはA さんの借金900万あるやばいっていうとこしか見てないと一緒なんですよ、うん、またじゃあ別の角度からもちょっと考えてみたいんですけども、日本の国は借金をしているということは、これ逆に見れば日本の国にお金を貸している人がいるってことですよね。そうですね。借金があるってことは誰かがお金借りてるから貸し手がいると、うん、国の借金っていうのはまあほぼ国が発行している国債で賄ってます、うん、そしてその国債のほとんどは実は日本の銀行などが買ってます、うん、でその銀行が買ってる銀行の下では僕たち日本人と僕たちが勤める日本企業なんですよ、うん、銀行のお金預けてて、預けてそれでその銀行がそのお金の運用先として国債を買ってる、国債買ってる、つまり国債を買っている9割以上は国内で、もっと言うと日本人、うん、日本企業なので、うん、1人当たりのその借金とかいうのは企業資産を含めた全国民の預金額に近い金額になるということですね。ほう、そんなら、うん、借金ちゃうやん。だからこれは海外の銀行とか海外の投資家に売ってたとしたら借金返せないデフォルトなどの問題も起きますけども、ね、返せないとかね、うん、で僕たちは預金してるだけですから、うん、で、ね、国の借金が1114兆5400億円あるから預金下ろせないってことはないですよね、うん、今日銀行行っていや今日国の借金もいいから預金下ろせませんなんて言われないですよね、うんうん、ってなったらじゃあ何が問題なの。何も問題じゃないね。結構いますよね、まあ、その一つの証拠としてですね、うん、日本円っていうのは世界的にすごく信用があります、うん、はい、有事の円買いと、うんうん、有事の円高と言われるように、つまり安全資産って世界の投資家たちに認識されてるわけですね。そうですね。だから万が一国の借金が多すぎて日本の国の借金が多すぎる、これはもう絶対ダメだとなったら日本円なんて誰も買わないわけですよ、うんうんうん、安全資産のわけがないわけですからね。例えばベネズエラの、まあ、もう経済がうまくいかなくてすごくインフレしてるけど、それと全く日本違いますよね、うん、借金のパーセントってあれですけど、
でも日本の円は信頼があると、うん、これも信用ない通貨だったらリーマンショックの時とか今回のコロナショックの時とか有事の円買いとかそんなこと絶対行われなくて逆に円安になるはずなので、うんうん、そうじゃないってことは世界の投資家たちは円を信頼していると。そうですね、つまり借金っていうのは気にしてないということですよね、うん、で今の言った話で言ったら例えば A さんが借金900万あると言ったけど、うん、お母さんから借りてたら何の問題もなくないですか。何の問題もないこれうん、まや別うん、まあ、問題はあるけど問題はあるけどでも取り立てはね、うん、厳しくないですよね、うんうん、これ銀行とかもうちょっとやばいところからお金借りたら怖い話ですけど、うん、お母さんとか、まあ、親とか親戚とか、うん、友達まあ兄弟とかね、うん、ね親族とか親族とかあったらお前金持っとんなね逆に確かに、うん、資産もあるし、うん、借金言うても別に返す、うん返さなあかんけど、まあ、まあ言うて返さんでやつよ。まあまあまあね。みたいなね、うん。日本の国は日本人の預金から銀行経由でお金もらってるってことは、まあ近いって言ったらおかしいですけど。そうですね。別に全く。僕らは返せとは言わへんもん、ね。別によその子からじゃないからね。そうだね。ということですね。っていうようないろんなところも全部しっかり見て、財務状況を見て、また国の借金イコールだから国にお金貸している人のことも見て、うん、先ほどの A さんの事例と同じく最終的にどのような感想意見を持つかそれは個人の自由です、うん、例えば日本の国はとんでもない借金があるけど資産も多いので全然問題ないって思う人もいれば、うん、まあ国の借金とはいえアメリカのようにアメリカの国の借金はほとんど海外の投資家が持ってるんで、またそれとは日本は全然意味が違うわけが違うんで、じゃあ日本の国の借金は日本人が持っている限り特に問題ないはずっていう感想もあれば、うん、いやとはいえどう考えても1114兆5400円は多すぎると、うんうん、でね資産全部配分バランスシート全体で見てもちょっとやっぱ多すぎるんじゃないかっていう意見も当然ありますよね、うんうん、そういういろいろな意見や感想があるのはそれは普通のことです、うん、逆に全員が全員一つの問題に対して同じ意見になることはそれはそれでまた問題なんで、それは怖いことなんで、うん、そうじゃなくて全体を把握した上でいろんな意見が出てくるのはそれは全然健全な、逆に言うと健全なことですよね、うん、だからとにかくですねマスコミが報道している借金の部分だけではなくて資産を見て誰からお金借りてるのかを見てそのバランスシート全体も見て感想や意見を持つようにしましょうということです。なるほど。なので政府の発表とそれをそのままただ単に伝えてるだけのマスコミのニュースを見て国の借金が1114兆5400億円で過去最大なのやばいっていう感想や意見を持ってしまうのは大違い大間違いっていうこと、それをちょっと分かっていただけたかなと思います。うん、なんで神尾 TV でもずっとお伝えしてきた通り政府やマスコミの情報をそのまま鵜呑みにするイコールその情報だけで意見や感想を持ってしまうのはただ単に思考停止ってことですね、うんうん、だから政府やマスコミの情報操作に負けてコントロールされないようにするためにも抜けてる情報はないかとかね、うん、抜けてる視点はないかっていうのをしっかりと考えること、うん、そしてしっかりと全体を見ること、しっかりとバランスも取ること、しっかりとその逆からも考えてみることですね、うん、これ借金があるってことは貸している人がいると、じゃあそれは誰かっていうのを考えてみるとかね、今回言ったらさらにしっかりとそのマスコミとか政府が伝えている裏の意図はないかっていうのを考えてみると、うん、そういうふうに考え始めること、とにかく情報をそのまま受け取って終わりという思考停止人間にならないように僕たちも情報処理能力を上げていきましょうということですね。なるほどね。なのでもう一回言いますけど国の借金1100兆ありますっていうことだけ聞くとやばいってなりますけど、うん、もっと資産もこんだけありますっていうのを見て、そして誰からお金借りてるのか見て全体を見た上で実際どうなのかっていうのを判断するのが大事ってことです、うん、でその上でどういう感想を持つかそれはもちろん個人の自由ってことですよね。 その、うん、そこまで初めて全体を見て初めてやっと議論の場が整うってことです。なるほど。でも今はほとんどの人はもう国の借金の部分 A さんの借金の部分しか見てないから議論にならないってことです、うんうん、やばいしかないね、うん、個人で900万借金やばいってなるじゃないですか。でもお母さんから借りてると、うん、しかも資産4000万持ってるって聞いたらまた全然話変わってくる、うん、そういうことですね、うん、だからそういう全体を見ないとこうマスコミの風に異様に操られていってしまうということですね、うん、なんでこうそんなことをしてるんですかね。じゃあ最後にちょっとだけ裏話をしておくとですね、うんうん、その裏話をしておくと、じゃあなぜ政府は奈良星さんがおっしゃったように国の借金っていう財務諸表で言えば半分しか見せない状態で議論しようとするのかといえばですね、うん、これは簡単に言うと
危機感を演出するためです。一人当たりの借金、これ今の話聞いてもらったら分かる、一人当たりの借金っていうのは全く意味のない数字なんですけども、それを出したりとか、マスコミも過去最大の借金と大々的に報じることによって危機感を煽ることによって、この古代もずっと言ったように人々は恐怖に陥ると思考停止するんで、まさに思考停止させてきているということですね。じゃあその先には何が待っているのか、今さっきも言ったように奥を奥を深く深く考えていくことが大事なんで、今回も深く考えてみると、その先に何待っているのかというと、日本の国の借金がやばいっていう感想や意見をみんなに持たせると、じゃあだから消費税や税金を上げるしかないと、増税するしないと日本がやばいっていう流れに持っていきますよね、っていうのは待ってるということです。なるほど、なんでそんなに増税したのね。じゃあその話もしていきます。裏話もしていきます。だから全てはですね、まあ、国に財務省とか消費税税金を上げるための、まあ言うたら罠みたいなもんですよね。なるほど。このもうそんな財務省なんで財務の専門家たちが集まってるんで、バランスシートの半分だけ隠して見せないと絶対おかしいで、全部主務が分かってるんですけど、あえてそれしか言わないと、なるほど。そしてもちろんそれしか伝えないマスコミも完全にグルです。グルですね、はい。でテレビや雑誌に出てる学者さんです、その国借金がこんなきゃってやばいって言ってる人も完全にグルです。グルですね、はい。そういう人のことを御用学者って言うんですけどね、まあ、国の言う通りに言いたいことを伝えるっていうね。政府とか、ま、メディアが言ってるだけやったら信用できないの、なんか何とか大学の教授って言われたら、あ、やっぱり国の借金やばいかなって思うじゃないですか。そうやね、っていうふうに言わされてる、まあ、YouTube で羊かぶってるやつが言うてることよりも信憑性があるよね。YouTube で金髪と若い女の子と羊が3人が言うとる番組よりは全然いい。それがね、例えば東京大学経済学部教授とか言われたら、いやそっちの信用になれますね。喋り方もなんか賢そうやし、スーツ着てるし。でもそういう御用学者はですね、まあ、国の言う通りに言うとですね、研究費をいっぱいあげてもらえるんですよね。そうね。いやほんまでも御用学者いっぱい出てくるときは本当に危ないよね。大体何か、まあ、今回コロナもそうですけど、最初はですね、いろんなマスコミも分からへんからいろんな学者呼ぶんですけど、だんだん固まっていくやん、あ、この、あ、またこの人見たっていう人は御用学者ね。その局が言いたいことを言ってくれる人になっていくんですよね。今だから出てる人ほとんどそうですよ、はい、そういうことですね。さらにもう一度深裏話をすると、なんで税金上げたいかっていうと、全ては天下り先を作るためですね。はあ、新しいなんか団体を作って、じゃないともう言うたら人がどんどん増えていくけど、天下り先が増えなかったら困るじゃないですか、だから増やしていきたいわけです。なるほど、ね、そういうところを目指すエリートを作るような教育制度は間違っとる。いや教育制度がおかしいんじゃない、もうその構造がおかしくなっちゃってるんだね、日本という国のね。まあそうですね、そこに行きた、天下りがしたくなっちゃってるやん、みんなもう。そうそうですね、日本の一番の人たちが、一番の頭脳が、天下り目標になってるやん。なってますね。だからそれがおかしいよ、日本の社会というか。まあそうですね、官僚制度はね。そうですね、まあ、腐敗してしまったということですよね、まあ、中国とかと違う意味で。ああ、腐敗、いや最初はもちろん新進系で日本を何とかしたいと思って熱い気持ちを持って入っても、もう上がそんなんやから、だんだん、あ、天下り先どこかなどこかないつの間にかどこ下れるんだな、どこ下れる先どこやな、上の人たちも、あ、この若い子らの天下り先ないから消費税あげなあかんわいうふうになってくるわけです。めっちゃ優しい。そう、すっごいあの結束課題がね。そうですね、何々派とかね、ありますからね。多分日本の官僚は優秀な部分もちろんいっぱいありますよ、すごくね、ずっと言ってるけど R さんたちの信仰を完全に支配されてないのは日本の官僚のおかげですから、そういうのもあるけど、まあ、もうそういう面もあるということで。なるほど、なるほど。というわけで、日本の国の借金がやばいということはずっと言われ続けています。僕らはちっちゃい頃から言われ続けていますけども、その結論をですね、政府やマスコミの報道だけで言っていると、つまりバランスシートの半分だけで言っているのか、それとも国の資産や国債のほとんどは日本の銀行を持っているということなども全部含めてトータルで見てからその結論を言っているのか、で
全然意味が違ってくるということですね。そうやね。だからあなたも日本の国の借金問題について前者ではなく後者になれるように、後者の視点に考えられるように言い換えれば、政府やマスコミの報道に騙されないように情報処理能力を上げていってください。では引き続きこのコーナーでもいろんな最新情報をお伝えしていきたいと思います。また何か緊急なことが起これば、日本株や FX などの大暴落につながるような超やばい動きが少しでも出てくればですね、すぐに紙折りの公式メルマガの方で緊急速報を出したいと思うので、まだの方ぜひ登録しておいてください。この番組では皆様の役に立つ情報をこれからも配信していきますので、チャンネル登録の方お願いします。お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。お願いします。お願いします。あと動画概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。